パリ五輪第8日競泳男子200メートル個人メドレー決勝、2024年8月2日ラデファンスアリーナ、競泳の男子200メートル個人メドレー決勝が行われ、セトダイヤ30イコールチャリスシーオーは1分57秒21の7位だった。男子400メートル個人メドレーで同に輝いた16年リオデジャネイロ五輪以来2大会ぶりの個人種目メダルはならなかった。 1>, 1日の準決勝2組は怪物、レオン・マルシャン、22フランス、の隣を泳ぎ、シーズンベストの1分56秒59を叩き出して全体5位通過。まだ余力はあります。予選から準決勝と思い描いたレースができている。決勝は全部ぶつけたい。メダルのチャンスはあると手応えを口にしていた。だが、決勝では序盤から戦闘争いを繰り広げたものの、 ラスト50メートルの自由形で失速。全体的にうまく泳げなかったと準決勝よりもタイムを落とした。パリの戦いを終え、うまく泳げなかった。素晴らしい大会で最強のライバルと泳げて幸せでした。そして4年後についてはロスは34歳。相当な覚悟がないと続ける必要はないと思っている。すぐここでロスを目指すという発言はできない。 一度落ち着いて今後のキャリアついて考えたいと慎重に言葉を選びながら語った。